アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。今回はこの新しい新機体デラックスガシャコンボリューム65、はい、こちらを回そうと思います。はい、これなんですけど、デルタガンダムって言います。デルタガンダムと量産型100式の回ですね。はい、ちょっとデルタガンダムっていうのが誰の機体なのか分かりませんけど、黄金に輝く機体っていうのは歴代で、ま、強いっていうのは言われているので回そうと思います。なぜなら百式引き寄せろ。はい、よし、はい、うわっ、はい、では今回はこの当てた金図のデルタガンダムを使用して大規模戦に参戦していこうと思います。よろしくお願いします。本日のフィールドトリントンです。もう初動からね、デルタガンダムを使っていこうと思います。この今回使用するデルタガンダムはアクションキーを押すことによって超高速移動が できるんです。はい、もう目にも止まらぬ速さ。出撃する機体を選んでください。それをね、使用して行けば簡単に拠点への攻撃も届くということですね。よし。しかしながらこのデルタガンダム、その超高速移動には、パワー出力が、必要となり、そのゲージという、概念が新しく追加されました。3本ゲージがあるんですけれども、了解、それを消費することによって光の速さで動くことができます。いきます。これもう使えません。これがデルタガンダムです。1通過余裕ですね。これ誰よりも早く何よりも早く。そして時間経過とともに回復します。この真ん中のフルオート武器なんですけど、注意してください。めちゃくちゃ短いんです。距離が全然届かないんです。このジオが相手なら仕方がないな。よし、とりあえず真ん中を中心に押し返していきましょう。まあさすがにね、ちょっと使い慣れていない機体での戦闘になりましたので、アップレーバカが舐めるな。
よし、真ん中押すぞ。よし、あっち、痛い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 。機体が言うことを聞かない。なんか少なくないか、枚数が足りないぞ。何やってんの。こっちはダメだ、こっちから行こう。張ってんな。まだ打ち続ける。なめるなよ。くそくそ、まだ終わってない。どうすれば修理頼んます。もう一枚枚数があればナイチンゲル落とせたよ。今の緊急機体を開始します。修理しましょうか。ありがとうよ。とりあえず真ん中押すしかないな、ここは。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうな。連邦軍のペガサス級を確認。どうする。星の屑作戦を開始する。デルタガンダムね、ちょっと武器が微妙ですね。武器がデルタガンダムより百式の方がもしかしたら強いですかもね。強いかもしれません。スボーンもいるしな、容易に前に出れないな。どこを見ている。あれ、なんか引いたか。引いたか。全軍突撃。何してんの。ちょっとみんな A の防衛に一匹たりとも通すなよ。甘いぜ。よし、ナイチンゲールナイスだ。もういないか、通ってないか。模擬戦じゃないぞ。そこにいる。引き締めていけ。今よし、殺せ。レーダーが使えない。目に頼るしかないのか。おい、逃げるなよ。逃げんじゃないよ。なすすべなし、戦意喪失といったところか。帰ります。いや、帰らないぞ。これはとりあえずサンジバルを止めよう。届くか、この距離ならいける。届かないぞ。しこり一回引きます。中央、なんで一番 A が通ってるんですけど。まずはこんなところかな。出撃する。マジ。さあ、やはり制圧力の高いこの制圧といえばニューガンダムは伊達やない。たまがない。
人来てないか、そこ。見え見えだぜ、見え見えだぜ。回収成功よ。ロックオン、どこからだ。なすすべなし。このプレッシャーは。いいさ、そうやって待ち構えておけばいい。そして消耗していけ。邪魔するな。ちょっとずつ削っていってやるよ、身も心もな。いやー、前が見えない。一回戻る、一回戻るぞ。これはとりあえず、あー弾がない、弾がない。恐れるな、前に出ろ。コンテナを回収しました。一回戻るか、さすがに弾の補充に戻った方がいい。良いか。そうだな、ここはそんなに押すべき時でもないな。一回戻ります。特別手当いただきますよ。あとは頼みました。とりあえず、うーわ来た。危なくなる前に急いで北に行こう。うわすごい枚数来てる、すごい枚数だ。やばい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 。しかし弾がなければ何もできないからな。まずは弾から。そしてこのとちょっとでもね、あの姿を見せたら、あの僕の餌食だ。恨め、エデボンゲがそこにいたことを恨むがいい。ではではお次に参りましょうか。当たりはしないぞ。エテボンゲステップ。対象物は全て破壊する。残党狩りと行こうぜ。よし、壊して壊して。存じないようで。引き下ろげ！出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。それは通しませんよ。どこを見ている？よくやった。さあ、そろそろデルタガンダムを、こういうこともできちゃうんで、デルタなら、デルタガンダムならこういうこともできちゃいます。今まで行けなかった、届かなかった場所にデルタガンダムなら届きます。このメインウェポンがちょっとな、非力だよな。よし、ナイチンゲールが、ナイチンゲールが上に集中してる。デルタの力を見せるとき、やっ、強襲を仕掛ける。離脱します。早い、この離脱力、この離脱力はもう、この離脱力はもう恐るべき。そうだな、基本的には離脱で使うべきなのかもしれないな、これ。
このまま継続する。いいものが手に入る。やばい、あんなところに段取られてる。ありゃー、離脱。どうせば俺だって訓練してるんだ。妻でもひよっこや小便小僧じゃない。ああ、こういうことか。デルタガンダム、こういうことなのか。お前の力は、お前の力はこう、これか。お前の力は聞かせてもらうよ。一気に、離脱するときに変形を使用してもよし、そして一気に間合いを詰めるときに変形。どうしよう、どうしよう。いや、なんかめっちゃ北押してくるね。行くぞ。北中が、北中がよ。甘く見ないでよね。敵。まあそうやって戦艦を無駄に飛ばし続ければいい。そして軍事力がどんどん疲弊していき、戦える時に戦えない。そういうものさ。バカの一つ覚えみたいに。よし、よし、カウンター決めてやろうぜ。いや、意外とこういう時通っちゃうからね。どうする？ファットアンクル潰していくか。ついでだし潰していこう。やらせません。バブバブ。あ、湧いたな、湧いた。いや、百式失いたくないな。よし、逆にこういう時はこっ、まだだ、まだ撃ち続ける。目に頼るしかないのか。どうした。よし、身を潜めよう。一回、おい、バカ、こっち来るな。バカバカ。目に頼るしかないのか。バブ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 。その程度の攻撃。バブ。動かない。私、手加減はできませんから。出撃する機体を選んでください。出撃する地点。今のやり過ごせてたら、今のやり過ごせてたら、X もしくは Y への攻撃が通っていたはず、通っていたでしょう。ボブにやられましたね。ボブにしてやられましたね。さあさあ、そろそろこいつのいいところは見せていこうか。やられるわけには。拠点を占領しました。邪魔する。うりゃエースにやっても意味がない。行くぜ。もらった。いったき。うりゃ。強くない。弱い。やっぱ格闘ってやっぱダッシュ入力がこう、ダッシュ入力が入らない時があるよな。やっぱその、ひるみとかをもらって。まあ、そこでどんだけ落ち着いてダッシュ入力を決めれるか。それが大事になってくるのではないでしょうか。ちょっと、1分間こいつで時間稼ぎします。
さあ、リペアポットの配給に来ましたよ、皆さん。まったく。皆さん、一旦お昼休憩にしましょう。最前線にリペアポットを置き、直ちに撤収します。やるね、俺も。どうしたよし、ここだ。よし、ここは最前線基地とする。こいつは俺が引き受けた。大丈夫だ。修理は任せろ。やらせません。やったぞ。撃破したぞ。ナイスリペアポット。このまま帰ったら腕立て伏せ。レーダーが使えない。敵艦を沈めたわ。ああ、初めの一体を取るか。私も一輪の花を咲かせてみせます。相手は歴戦の勇士だったんだ。俺なんかが勝てる相手じゃなかったんだ。研究の成果が出た。状況予測。攻撃を続けさせてもらいます。僕はジオンだよ。僕は味方だよ。味方だよ。僕は。俺だって成長しているんだ。いやあ、あとは頼みました。一時退避します。よっしゃ、もうニューガンダムでちょっと3番取って相手の心をへし折ってやるか。そろそろもう残り1分だしな。ニューガンダム伊達じゃない。急に来やがって。来なければ倒さなくて済んだのに。被弾したか。逃がさん。よし、ヘルピー。なんでクロスボーン。マジで生きんだよ。する機体を選んでください。出撃する。ポイントという小推定で勝ちましたね。よし、結果が全てなのだよ。うわ、一人で5万9。なんだこいつ。はい、本日はこの新モビルス新機体デルタガンダムを使ってみましたが、まあそうですね、やはりこの高速戦闘機動、はい、こちらが、まあ、非常に間合いを詰める時や、緊急離脱したい時、3本分ねあれば余裕で離脱できます。はい、そして1本あれば容易に相手の懐に潜り込むことができるという、なかなか面白い機体となっております。もう少しちょっと使ってみて、最終結果発表しようと思います。はい、まだちょっと点数はつけられませんね、このモビルスーツ評論家としては。あとまあ、最低でもこいつを10戦以上使用してから、はい、ちゃんとした評価を下そうと思います。はい、今のところ20点ですね。はい、はい、では、今回はこの黄金に輝くモビルスーツデルタガンダムで高速
高速アタ高速拠点殴り、高速拠点殴りでした。ご視聴ありがとうございました。